郡山市にある KODO2 では今回の地震を受けて入り口入ってすぐのところにこのように防災グッズコーナーを設けています。こちらのお店では今月13日の地震の翌日から防災グッズの売り上げが大幅に伸びたといいます。今日も防災グッズを購入する人の姿が見られました。今回の地震で食器棚から落ちて割れてしまったので、どういうのかなと思って見に来ました。中でも売れているのが家具が倒れるのを防ぐ伸縮棒です。天井や家具を傷つけずしっかり固定し、震度7相当の揺れにも耐えることができます。工具が不要なので誰でも簡単に取り付けられるそうです。またこちらの滑り止めマットも人気です。下に敷くことで小物やテレビなどが滑るのを防ぎ、落下を防止します。そしてこちらは災害時に欠かせない保存食。さまざまな種類がありますが、中にはパッケージがおしゃれなものまであるんです。実はこちら水、皿、調理がいらずにそのまま食べることができます。そして下にはスプーンまでついているんです。これ一つで災害時すぐに食べられるので人気を集めているということです。いつ起きるかわからない災害、この機会に改めて防災用品を確認してみてはいかがでしょうか。